p ソフトアンチエイリアシング110と p ソフトネットワークライセンスマネージャー254のアップデート手順をご紹介しますアンチエイリアシング110ではライセンスのバージョンを更新しましたこのためアンチエイリアシング110を使用するにはネットワークライセンスマネージャーをバージョン254にアップデートする必要がありますはじめに 古いネットワークライセンスマネージャーを起動してみます古いネットワークライセンスマネージャーでは古い製品シリアル ID のアンチエイリアシングプラグインが登録されていますネットワークライセンスマネージャーを閉じます Windows のプログラムと機能からネットワークライセンスマネージャーを選択してアンインストールを実行します アンインストールが完了しました新しいバージョンのネットワークライセンスマネージャー2、5、4をインストールしますセットアップエグゼをダブルクリックしてインストーラーを起動しますセットアップウィザードに従いながらネットワークライセンスマネージャーのインストールを行ってくださいインストールが完了しました 新しいネットワークライセンスマネージャーには古い製品シリアル ID のアンチエイリアシングが登録されていますが製品名がアンナウンと表示されますネットワークライセンスマネージャー254では古いアンチエイリアシングを使用することができませんアンナウンアイテムを選択してデリートボタンで削除してください P ソフトユーザーページから、無料アップグレードした新しいアンチエイリアシングの製品シリアル ID をダウンロードします。P ソフトホームページを開いてください。ユーザーページにログインします。ログイン ID とパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします。このページの上部にアンチエイリアシングの無料アップグレードのお知らせが表示されている場合は、ライセンスをアップグレードする必要があります。 ここでは無料アップグレードの申し込みが完了したものとして製品シリアル ID のダウンロードに進みます製品のオーソライズをクリックしますページを下にスクロールして製品シリアル ID のダウンロードをクリックします無料アップグレードした製品シリアル ID は先頭の数字が ANN101 になっています無料アップグレードしたアンチエイリアシングのチェックボックスをオンにして ダウンロードをククリックします。ページが切り替わりファイルのダウンロードが完了しましたダウンロードした製品シリアル ID ファイルをネットワークライセンスマネージャーにドラッグアンドドロップしますリストに新しいアンチエイリアシングの製品シリアル ID が登録されましたリストでアンチエイリアシングアイテムを選択してオーソライズボタンをクリックします ログイン ID とパスワードを入力して OK ボタンをクリックしますこれでアンチエイリアシングのオーソライズが完了しましたステータスがアベーラブルに変わりましたこれでネットワーク内の PC からアンチエイリアシングのライセンスを取得できるようになりました